はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回はブロックフードの続き、ストーリーモードの第4章をプレイしていきたいと思います。こちら生物ですね。前回まで第1章から第3章まで、順番にプレイをしてきて、今回は第4章ということになるんですが、一応今見えている限りではストーリーモードは第5章まであるようなので、第5章までしっかりプレイしていきたいと思いますので、お時間ある方はですね、ぜひぜひ第5章までお付き合いいただければ嬉しいなというふうに思っています。で、1章1章がやっぱり徐々に難易度が上がってきて難しくなってきてはいるんですが、ここはね、1章1回ということでなんとか収めていきたいなというふうに思ってますんで、早速じゃあプレイの方を始めていきたいと思います。さて、心機一転でスタートだということで、これイノシシのバーガーでしたっけ。で、これコトヌシみたいな白いやつもいるな。白いイノシシもいますね。おコトヌシってね、もののけ姫に出てきた白いでかいイノシシですけど、ここはイノシシがやっぱりメインなのかな。さあ、そこであんたの出番だということで、神の目を持つ僕の出番ですね。で、さっきまでというか、第3章までは、ひたすら文明化を進めてきて、それこそデバイスやらデータセンターやらみたいなところをばっかりやってたんですけども、その結果崩壊が起きてしまったんで、今回はそういう形ではなさそうな進め方になるんですかね。資源パネルを開いて、じゃあここがどういうものがあるかっていうのをまず見ていこうというところですね。必要最低限のものは揃っているということで、そうだな、水がちょっと少ないかなっていう感じはしますけど、地下水は多いんで、やりようはありそうですね。お金は全くない。ああ、そうですね、水の供給が足りないようだと言っていますね。ただここは雨が降ってきているんで、水が溜まると地下水も増える。自然の力は偉大だよってなってますけど、確かに雨が降れば地下水も溜まりそうな感じですね。イベントはブロック、資源、そして住民に至るまでフードに影響を及ぼします。イベントパネルで現在進行中のイベントやこれからやってくるイベントを確認することができます。小雨が来るようだ、これで水不足が少し解消するようだということになってますね。今は雨が来ていると。で、画面右上のイベントアイコンにカーソルを合わせれば、イベントについてもっと詳細が見えるということで、今ちょうどね、画面の右上の方に出してますが、こういう状態ですね。さあ、では池を作って地下水を水にしましょうということなので、早速池を作っていきましょう。じゃあここに池を設置。早速イノシシが水飲み場のように向かってますけど、でさらに雨を避けることができればなおよしということですね。樹木のようなオーガニックブロックは原生地を生産、動物たちに避難場所を提供。なるほど。では、適当に木を植えていきますか。せっかくなんでね、どんぐりが好きなイノシシのために木を植えていきましょう。で、一箇所に多く木を植えていくと避難効果というか、効果が高まるよということなので、では木をいくつか立てていきましょう。せっかくなんでね、この辺りも立てていっちゃいますか。で、隣人ができたようだということで、エージェントで鹿が現れましたね。特定のブロックを組み合わせて作ると動物の住民もフードにやってきますということで、前回はね、主に人間がいっぱい集まってきたと思うんですけど、今回はなんかサファリパーク的な感じになりそうですね。もっと隣人を増やすにはそのための空間がもっと必要だということになっています。なので、今画面の左の上の方にレジャーとレジャーの傾向が出ているんですが、レジャーを222、223あたりに今いますけど、これを300まで上げましょうということで、レジャーの供給が増えるようなところをやっていきましょう。そうだな、レジャーの供給が多いところで言うと、
まあ、3とかあるやつが一番いいですよね。2かな。レジャーは2。レジャーは2が一番多そうな感じですかね。これはでも、ツアー欄はレジャーが3たまりますね。なので、ツアー欄をちょっと何個か植えつつ端に。その先に他の木々も植えていきますか。こうやって木をじゃかじゃか植えていくだけなんですが、木を植えていくとね、周りに新たな住民がやってくるっていうことなんで、その住民に期待したいけどな。さあ、これで300達成しましたね。走り回れるスペースがあるっていうのはいいものだ。僕もね、今タイで女の子にモテるために肉体改造をしていて、ほぼ毎日のように走り込みしてるんですけど、肌のね、ツヤとかがね、まあその日の健康状態にもよると思うんですけど、1年前とね、ほとんど変わってなかったですね。なんでそんなことが分かったかっていうと、ちょうど奥さんがディズニーが好きで、年間パスポートをね、この前更新しに行ったんですよ。で、年間パスポートのは、結局、一緒に写真も撮るんですよね。で、写真を撮った時に、1年前の写真と今回撮った写真見たんですけど、もう完全にね、全く同じ顔してましたね。びっくりするぐらい。え、こんなに同じ顔してる？っていうぐらい。まあ1年でそんな変わる方が逆におかしいだろうっていうのもあるんですが、それでもね、本当に全然変わってなかったですね。なんで、筋トレと走り込みは多分ね、体にとってもいいんじゃないかなと思うんですが、ミッションの方は、どんぐりやフルーツを生産する木を何本か植えてくださいということで、今、フローツじゃないですね、フルーツを生産するところもやりましたんで、これでまた達成したんで先に進めそうですね。鳥も来たということで、住民がだいぶ増えて、ここにもなんかいるな。特定の条件が満たされると一部のイベントが起こりやすくなります。イベントの中には住民を呼び寄せるものもありますということですね。まあ、鳥とかが今出てきましたけど、渡り鳥。あとは狼の群れ。で、狼がフードに加わっています。おい、狼も来たぞ。まあ、イノシシはね、狼食べられちゃいますもんね、きっとね。イノシシ自体もかなり凶暴なイメージはありますが。一部のイベントはその直前とのイベントが引き金となって発生。ここでは草食動物が増えたのを引き金となり、狼が現れたということになってますね。じゃあ、遠くに避難しようっていう流れになってますんで、登るルートさえ確保できればっていうことですね。まあ、ここの段差は登れないからな。さすがにジャンピンできないですもんね、ジャンピン。なので、ここで、山の頂に行けるように、じゃあ、この芝生の丘を設置してあげましょう。んで、さらにさらに、こんな感じでいいのかな？山の頂まで、ぐわーっと行くんだろうな。で、向きを変えてあげて、これで一応山の上まで行けるようにはなりましたね。お、早速、すごい急斜面を登ってるけど、これ45度ぐらいありそうですよね、この斜面。余裕で登ってるけどね、この45ある角度。で、上に何があるかというと、何があるんだ？フードでは時間の経過とともに季節も変わります。季節はそれぞれ独特の効果とイベントをもたらす。冬は原生地が狭くなって動物も少なくなるけど、代わりに他のものが現れる。何が現れるんでしょう。おお、これはアフロ君が現れたぞ。アフロ君が、ハクションって、アフロ君がここにも来たんだな。
人間だ、みんな声を出せ。どういうことだ、驚かせようっていうことなんですかね。バーガーとね、このアフロは窮地の中のはずですよね。小僧、お前か。バーカー、ここはもうね、1章から3章まで苦楽を共にしてきた中ですからね。前に建設していたフードは崩壊、そのフードの崩壊、前回最後見ましたよね。やりすぎたんだ、廃棄物の出すぎ、危険が多すぎ、不安がたまりすぎ、私はどこで間違ったんだろう。だいぶ縦長に建設していったのが良くなかったのかな。やっぱり自然と共存が必要だったんですかね。でこのあと何をしなきゃいけないかっていうと、きっと共存系なんでしょうね。前回はここに今バーカーが言ってるように、お前も同じ、お金、ビール、衣服、デバイス、それらがもっと基本的なことからお前の目を奪ったんだということで、リスクとかね、病気とか廃棄物とかそういったところを無視してガンガン生産に回した結果、最後完全に崩壊しましたからね。今回はそのあたりを完全に排除した自然の中での生活になってますけど、これはこれで面白いですけどね。やっぱりバランスをとってプレイしていくっていうのがテーマになってくるんだろうな。さあ、ここで木が枯れていっているっていう状態、ちょっと見てみますか。なんかそんなにね、木がダメージを受けている感じはしないけど、冬になると当然落葉樹系は葉を落としますからね。イベントによっては資源を生産するだけでなく、もしくは資源を生産せず資源を消費します。フードは少しずつ落ち葉を吸収することができるが、湿地ではそのスピードを早めてくれる。湿地の多い場所は地下水をリフレッシュするし、植物の落とし物を分解する力もあるんだ。じゃあ湿地を作っていってみましょうか。いくつかのブロックには青色で表示される任意のインプットがあります。ちょっとこれ見てみますか。これを見てみると、湿地は有機性廃棄物が青色のインプットになってますね。これらのリソースは存在すれば消費されますが、そのブロックがアウトプットするのに必須のものではないと。ほうほう。じゃあ湿地を4つ作ってくださいということなんで、今実は1個作ってあるんで、残り3つですね、作っちゃいましょう。地下水を増やす方法がたくさんあるっていうのはいいことだということで、どうだったっけ。湿地は地下水がアウトプットに入ってますね。なので、これで湿地4つ設置済みになります。で、冬は残酷な一面もある、原生地やレジャーを減らしてしまうので、それに備えるのもいいかもなということで、いくつか追加でブロックを入れてくださいってなってますね。ではここでは原生地とレジャーを増やすために効果的なところで言うと、この効果が高いものを重点的にやっていきましょうか。これね、2、3ずつ増えていくんで。でもあれ、これは並べて立てると効果が下がる系だな。となると違うものを立ててあげた方がいいよね。あとはそうだな、ポプラの木とか入れてみます。これでどうだろう、まだまだ足りないかな。ちょっとね、今かぶっちゃってて、何がどんだけ足りないか画面の左上の方で映ってないんですけど、おそらく全然足りてない雰囲気が出てるんで、どんぐりも植えて、さらにそうだな、この梅の木とかも植えちゃいます。この上のあたりにポンと。ちょっとね、いきなり違う雰囲気が出ちゃうんで、この端っこの方に隠れて立てちゃいましょう。そうすればね、全然見えないから何にも気にならない。で、あとはそうだな、芝生はレジャーが増えるんで、これでレジャーを付け加えて、さらにだ、トネリコの木とかも植えていっちゃいましょうか。
で、あとはオリーブの木も植えて、オリーブを増やし、さらにユッカとか植えてみます？ユッカ。どうせならね、まだ使ってないところを入れていきましょう。何も考えずにガシガシやってますけど、ベンガルだけとかね、完全にいきなり現れた感ありますけど。で、さらに、そうだな、運河とかはさすがに必要ないからな。じゃあ、この木をここに入れて、さらに、マングローブとかも、お、達成しましたね。じゃあ、これでいいかな。そろそろ冬眠して自然任せにするかということで、イノシシって冬眠するんでしたっけ？何もないところを通っていったな、イノシシとアフロ君が。地下水、肥料、原生地を育む時期がやってきました。そうすると原生地を2000まで増やさなきゃいけないんだな。ってなると結局やることは同じですね。原生地が多く増えるところでいうと、ブナの木とかがやっぱり原生地は多いかな。じゃあブナの木を乱立させていきましょう。で、あと原生地が増える多いのが何かっていうところですよね。まあ、1とか2よりやっぱり3とかね、効果が高いところを狙っていきたいですよね。そうなるとやっぱりブナの木だな。ブナの木はすごく原生地を高めてくれるんで、このままブナの木をガシガシ植えていっちゃいましょう。よし、これで春が来たーってなりましたけど、原生地が増えたんで春が来たっていうわけではなさそうですけどね。で、冬の間に蓄えられた資源で大地が復活。お、一部の資源は崩壊してしまったブロックの回復の代償として使用することができます。崩壊したブロックを見るモードで選択して、情報パネルから回復アイコンを選んでください。はい、じゃあ見るアイコンで、お、この辺りだな。枯れた白頭皮を回復アイコンで回復だ。ここも回復していきましょう。回復、回復。他は回復してないのがあるかというと、ああ、これも回復してないね。回復しましょう、回復。よし、回復しましたね。灰色グマが現れた。どこにいんだ、灰色グマは。ちょっと灰色グマ見たいけど。いた、でかい。超でかいっすね、灰色グマ。灰色グマとオオカミが一緒にいるっていう。灰色グマ。好き嫌いが出てるけど。好きは、新鮮な空気が好き。原生地も好き。嫌いは、排水溝とかプラスチックとかは嫌いと。なるほどね。カリブーが現れた。何カリブーって。これがカリブー。カリブーは別名トナカイですね。トナカイ。いや、なんかかなりいい感じになってきてるな、ここ。野生味がすげえ溢れてるけど。住民パネルを開いてください。動物たちも見ることができまーす。となってますね。名前があるんだな、一人一人に動物にも。ルビーっていう狼なんだね。狼も好みが違うっていうのが面白いですね。ルビーと、例えばこの、アリーネ。全然違いますよね。すごいなぁ。さあ、動物たちも声が聞けるよっていうことでね、好き嫌いを今見ましたけど。まあ、こういう動物園を作る感じだと、なんですかね、ちょっと全然中身は見てないんですけど、ズータイクーンとかっていうゲーム出てますよね。なんで、そういうゲームもね、やれたらいいなぁとは思うんですけど、ちょっとなかなか時間が取れないで、すぐには着手できなそうなんですが、これで一旦第4章はクリアになるのかな？
引き続き天気や季節で遊ぶのもよし、次に進む準備ができたら矢印をクリックと出てますからね。というわけで第4章はここでクリアになります。次はおそらく最後になるんじゃないかなと思うんですが、第5章プレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ応援をお願いいたします。あとですね、なんかこんなゲーム面白いよとかっていうのをご存知のものがあれば、ツイッターかもしくは動画のコメント欄とかで教えていただければ、ぜひぜひプレイしていきたいなというふうに思いますので、ぜひぜひいいコメントの方いただければ嬉しいなというふうに思います。というわけで今回はここまでにします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。